るんじゃないですか。パーティー。わっ。お、山谷線の渡り口が確かそこにありました。こういうとこ多いんですよ、香港の。私好きなとこなんですけど、香港お散歩してるじゃないですか。したら上とか見てもらったら分かるように、こういうビルの下にこうやって傘アーケードみたいになってるところが多いんで、まあ、そこをね、ケンケンパのようにね。さっきカメラさんと話してたんですけど、寝るときに聞く音って何ですかって話をしてて、私本当に水のせせらぎとかが好きなんですけど、この雨も一個なんですよね。このザーみたいな音とか、水とかのこのびちょびちょっていう音とかを聞きながら寝ることがね多いです。夜に YouTube であれ 2,3 時間とか水のせせらぎとか雨の音とかで調べてもらったら、すごいリラックス音なんですよ。皆さん雨お好きですか？私ね結構好きなんですよね。お昼寝するのめっちゃいい。お昼寝するの好き。音がやっぱりこう音を聞けるところでお昼寝するとすごいリラックスして、そういう YouTube とかの音を聞かなくてもスーッと寝れる。私もともとお昼寝好きなんですけどやっぱ晴れてる日ってもったいないと思っちゃうじゃないですか、お昼寝することも。でも雨の日やったらリラックスして寝るのも、お、寝よっかなっていう気分になるから、それが好き。雨の好きなところの一つ、心が落ち着く。もう一つは、でも正直雨って地球にね、取ったらね、エナジードリンクですからね、レッドブルに近いもの。降ることで植物も育つ、そして野生の動物も水が飲めるし、私たちの水もできてくるからですね。お散歩香港楽しくやっております。雨も風も関係ありません。日本はもうすぐしたら台風が来るんじゃないですか。親戚が旅行行きたいって言ってたんですけど、今沖縄の方がなんか台風来てますよね。9月だからそういう季節になりましたね。皆さんのおすすめな雨の日の過ごし方もぜひ教えてください。なんか面白いなって言ったら、私はそれを実践させていただきます。タンタ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 ンタタ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 ンタン。でかい、何それ。そんなことあるっていう。起きないですかあれ。あんな大きい花なかなか見ない。結構大きいですよあれ。あれあれ。雨のいいとこってあれですよね、アイアイ傘。私そういうこうロマンスを想像するの好きだから、少女漫画とかすごいキュンキュンしてたんです、友達と高校の時。アイアイ傘って魅力的じゃないですか。さっきのね、傘大きいのってアイアイ傘にとっては不利ですよね、正直。アイアイ傘のいいところってやっぱりこの距離感じゃないですか。だからさっきみたいなの大きい傘しちゃったら絶対こうスペースがいっちゃうから、ちっちゃい傘だとなおさら良い。子供用までいったらダメやけど、多分こういう折りたたみサイズぐらいがいいのかなと思います。雨か、好きだな。いろんなやっぱ喜怒哀楽がねあっての毎日かなと思うから、毎日が晴れやったらつまんないし、毎日が雨でもつまんないですよね。私たちは今中山記念公園に向かっています。いつもこの公園には特に土日とかはいろんな人がピクニックをしに来てます。そしてあのランニングコース、こう走れるところが海沿いにあるので、ここはすごいいろんな人が走ったり歩いたりしてあります。あとここの公園でよく見かけるのがムエタイだったりキックボクシングのようなこうグループトレーニングとかを向こうの水辺の方でよくされてるので、そこに行ってみたいと思います。多分今日はもしかしたらあんまりいらっしゃらないかもしれないんですけど、スイミングプール、市民プールです。ここが市民プールで、その横に記念公園パークがあるんですけど、記念公園パークというか体育館のとこ、そこで私はあのワクチン打ちました。特設になってて、頑張ります。
痛い。田んぼに入った気分。田んぼに入った気分これは。田んぼに入った。ああ。これ田んぼに入ってる。いやいやいや。なんか田植えを終えた気分。顔を仰がせていただきましょう。ご挨拶して正面見てください。向こうのカオルンサイドが背景に見えるので素敵ですね。あら、先生にご挨拶をしたいと思います。すみません、雨の中に。じゃあ私はここでラムネを飲みたいと思います。ちょっと屋根を探してラムネを飲ませていただきたいと思います。あ、ちなみにちょっとあっち見てもいいですか、噴水のところ。孫文先生、孫文先生を囲んでこの芝生がありまして、その芝生の奥にはさっき言ってた皆様がグループエクササイズをしてらっしゃる場所があります。これプールです。っていうのは嘘で、噴水です。ロマンチック、噴水前で待とうってほら言ってみて、噴水前でどこってなりますね。ラムネをね飲んでもいいってえ、ちょっと待ってください。それなんじゃないですか、もしかしたら歩いてる時ですか。なんじゃないですか。パーティー、わっ、水へ帰る、海へ帰る。たこ焼き足。わお。わお。匂いは普通です。たこ焼き味。まあ、この景色があるからね。いただきます。なんか。簡単に言ったら、あのラムネにハッカみたいな飴を溶かした味。なんかだんだん美味しくなくなってきた。でも買ったので最後までもちろんいただきます。困った。いや、あ、ダメだ。ゆっくり。ダメだ、ダメだ。美味しくなくなってきた。これよくある、よくあることなんですけど、最初のしばらくはいいんですけど、美味しくない。美味しくない。あとはカメラさんが美味しく飲んでいただきます。ありがとうございます。でも素敵じゃないですか、雨の日に公園に来て、まあ、天気も見てください、明るいし、景色見ながら、まあ、コーヒーでも飲んだり、まあ、ビールでも持ってきて飲んで、ゆっくり人生について考える。でもやっぱりあれですね、考えることって大事ですよね、毎日。でもこっち見てください。こっちにね、ずっと歩いていただいたら、皆さんはあのマカオフェリーターミナルに着きます。あのショーマンっていうところにあるフェリーターミナルなんですけど、マカオにコロナの前とかは全然もう本当に1時間に1本、1時間に2本とか出てた、あのマカオフェリーが乗れるところ、マカオフェリーに乗れるところが、ここをそのまま歩いていっていただいたら着きます。で、逆方向、あっちに歩いて行っていただいたら、前ケネディタウンでも紹介したの、海沿いあったじゃないですか、ああいうとこの方に行けます。直接は確かつながってないんですけど、まあ、あっちをずっと行っていただいたらケネディタウンの方面に行けるので、だからここからそこまでこうずっとお散歩道です。で、今日目だから、まあ皆さん走ってないですけど、めちゃめちゃ走ってる方いつも多いです。
ね、雨でも走ってる方いらっしゃいますもんね、ちらほら。あとは頑張ればそこのマカオフェリーターミナルのとこからまたセントラルの方、そしてその先からまたコズエベイとかの方までガーッと行けるので、私もこの間ね、万歩計を1万歩行こう毎日っていうのを始めたので、できるだけ歩いてるようにしてます。タクシーとかをできるだけ使わないようにできるだけですね、できるだけ。今からはこっちに歩いて行ってサインプの方に行きたいんですけど、とりあえずラムネを飲み終わります変なやつにチャレンジせずに無難な元祖買っとけばよかったって思ったり思わなかったりありません、こういうの。ちょっと新しいやつ試してみようかな、だって面白そうやしと思って、美味しいやろと思って買ったら、オーノーってやつ飲みますけどね。ちょっと屋根があるところに行きたいです。調べたら絶対近くにどこか行きたいとこまで行けるバス基本的にあるので、乗り継ぎはもちろん必要なところもあるんですけど、香港アイランド内とかやったらどこかしら行けます。バスすごい便利ですよ。私ね、ちょっと最近考えてるんですけど、家計簿をつけるとかってあるじゃないですか。家計簿を自分がこんなに使ったかとかって、今まではこれシートを見直してつけたりとかだったと思うんですけど、私やっぱりそれがまめにできないかも、もしかして向いてないかなとか、そう考えた時に、本当に全部の支払いをオクトパスでしたら自動的にあれされるよねと思って、自動的に記録されるよねと思ってで考えたら、本当にこれからキャッシュじゃなくてオクトパスに全部入れて使おうかなって最近思いまして、よく YouTube 大学とかでね、自分の出費何に使ってるかとかは知っていた方がいいって言ってはったので、オクトパスに頼ろうかな。でもなんか何も考えずにパッパパパピッピしちゃうんじゃないかなとか思いながら、坂を登ります。この辺住んでたら絶対にハイヒールよりシューズの数が増えそう、持ってるもの。フラットなやつ履きたくなりそうですよね、これやったら。よいしょ。あ、私の万歩計何歩か見たい。万歩計の度数を見てみましょう。よいしょ。